どうも、弟のおしっこを顔面で受け止めたことがある男、ノブゾンビです。いやー、ちっちゃい頃かけられましたね、弟に。びっくりしました。はい、では本日も元気にフォールアウト4 PS4 の元を紹介していきたいと思います。本日紹介する元はこちら。はい、こちら、居住地モッドになるんですかね。新しく、まあ、プレイヤーホームですね。プレイヤーホームを追加するっていう元です。で、プレイヤーホームなので、居住地っていうわけじゃないので、居住者とか、まあ、ライン繋げたりはできないようです。はい、ではこちらの元入れてる場所なんですけど、かなり上の方ですね。こちら、プレイヤーホームモッドなんですけど、ロードオーダーの方が一番下の方に書いてありまして、ニーアザトップ、上の近くに置くようにみたいなことを書いてますね。で、こちらの建物に入るのに、鍵が郵便ボックスに入ってるみたいなので、早速見ていきたいと思います。はい、では場所なんですけど、サンクチュアリから、まあ、下にずっと行っていただいたここら辺ですね。ウェスティング不動産、上の方にボルト81が近くにありますのここら辺にこのモッドで追加されたプレイヤーホームあります。はい、こちらですね。で、かなりでかい建物なので、データ的にすごい重いと思うんですけど、まあ、とりあえず行ってみたいと思います。でけえな、おい。でかいけどめっちゃ綺麗だな。はい、これで発見しましたね。発見すると地図の方にも、こんな感じで、ヘーゼルウッドマナー、マナーって読むのかな、出ますね。で、この中に鍵が入ってるので、これ取ります。じゃあ、とりあえず、まあ、全部見せたらつまんないんで、大まかなとこだけ見ていきたいと思います。こちらロビーですね。まあ、入り口。なんかすごい綺麗ですね。めちゃめちゃ綺麗。ああ、本もこれ綺麗に並べてるわ。これは箱が入ってるよ。ああ、弾とか武器関係いろいろなんか入ってますね。なんかこの額縁でかくない？ちょっとサイズいじってあるっぽい。ああ、これもサイズいじってますね、この時計。確かこれのちっちゃいやつは見たことある気がする。はあ、広い。確かこれヌカワールドだったかあった方が良かった気がするな。ああ、綺麗な風呂場がある。ちょっと一人称にしよう。あ、火はつかないのね。あ、水が出る感じ。フュージョンセルとキャップ。はあ。シャワーと風呂置いてあるけど、トイレがなんかむき出しで置いてあるな。わあ。あ、ここキッチンか。お、すげえすげえ。お、いい感じっすね。いい感じで。なんだこれ。トラッシュ缶。トラッシュキャン。ゴミでも入れんのかな、これ。あ、ゴミ箱か、これ。ゴミ箱のテクスチャー変えてるってことかな、これ。っていうことは、この形はヌカワールドのゴミ箱っぽいな。やっぱヌカワールドは必要っぽいですね。わ、地下があるよ。あ、ワークショップあった。地下にあるワークショップ。っていうことは中は自由にいじって遊べるってことですね。ああ、なるほど。あ、妙にタオルがかけられてる。やだねー。飾りだね、これ。これ解体しないとダメだ。待てよ、もしかしてこれを、あ、これワークショップだ。
これもワークショップなんだ。あ、でもこう解体できないな、この建物は。うん、ここも開けれる感じじゃないね。飾り。おぉ、すごいな。これってさ、確かベースが、あの、ヌカワールドに出てくる、女の子の幽霊が出没する、あのマンションだっけ？あれがベースなんだよね、確か。そんなこと書いてた気がする。すげえ広いよ。すげえ広大だわ。よっと。わあ、小舟にも乗れるわ。あ、これ水か。あ、なんかいる。なんかいるぞ。やだ、鉄砲じゃなかった。まあいいや。なんでみんな入水していくんだ。あー、すげえ。海水浴を楽しんでますね、皆さん。めっちゃ海水浴楽しんでる。いいですね。気持ちよさそうだ。めっちゃタイヤ浮かんでる、この汚え川で。めっちゃ泳いでるわ。服のまま。水に入ったら下着になるモッドとか欲しいけど、PS4 じゃ無理だろうな。おお、すごい。ここは素晴らしいですね。おお、立てかけの旗。あ、いいですね、こういう。こういうのをな。お、ピップボーイが置いてあるよ。電源入ってんのと入ってないの。はははまあ、こういうのは全部飾りか。あ、これ取れる。これは取れない。おお、すげえ、リバティープライムの模型がある。かっこいい。わあ、このライティングかっこいいな、ここらへん。オシャンティ。多分物そんなに置いてない風ですけど、多分自分でいじって置いてくださいってことなんでしょうね、これ。あいつね、野球好きだったんですね、きっと、ここの家主は。ポスター、アクション、なんもないっす。なんも起きないっす。ん？ザ・アター？アザー？アザー違うよな。読めねえ。わからん。シアター？でもここの壁だけこんな感じになってるから、もしかしたら、でもシアターではないよな。そういうのクラフトして遊べるベースを作ってくれたみたいな感じですね。うわ、ここはすごい。ピッカピカだな、床。ピッカピカだ。うわ、これ、つなげんの大変だったべな。ん？ああ、マットか。いや、ここに本棚なら並べんの大変だわ。こっちは何？トイレだ。あ、いいっすね、これ。あ、風呂がある。なんかめちゃめちゃリアルに風呂作ってくれてんな。いいっすね。これを参考。でもちょっと色ついてる、この風呂。いいね。いいですね、ここら辺。ちょっと明かりが足りないけど。あ、ここにベッドありますわ。なるほど、ロフト式ですね。いや、すげえピカピカだな、床。ピカピカすぎね。はい、ということで、こちらのモッド、ヘーゼルウッドマナーの紹介終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次回。